フレキシティフレキシティクラシックドレス電子電 NGTD8DD 型電車 NGTD8DD はドイツのドレス電に存在する路面電車ドレス電子電で使用されている電車バリアフリーに適した超低床電車である2004年に発注が行われた車体の大部分が低床構造となっている部分超低床電車先に導入された NGT D12DD と同様に、ボンバルディアトランスポーテーションが展開する、フレキシティクラシックの1車種だが、5車体連接車である、NGT D12DD から編成を縮小した3、車体連接車となっているのが特徴である。上高扉は、前後車体に1箇所ずつ、中間のフローティング車体に2箇所、車体の右側面に設置されているほか、 前方車体には乗務員扉も存在する。また、前後車体に存在するボギー台車のうち1台は、主電動機が搭載されていない、付随台車である。当初は20両の発注が行われたが、後に20両が追加されたため、2020年現在の在籍数は40両である。そのうち追加発注分の20両は、座席配置の見直しが行われ、 着席定員数が4人分増加している。また14両については、姉妹都市を含む世界各国の都市の名前が付けられているほか、2017年には、ドレス電子電で長年活躍していた高い床式電車、タトラカーの営業運転開始50周年を呼び、路面電車博物館の開館25周年を記念して1両にタトラカー導入時の塗装を模した。 ラッピング塗装が施されている。ありがとうございます。